皆さんお元気ですか？山本リンダです。私は先日 NHK のふるさとぐんぐんという番組に出演をさせていただきました。地域の宝を復興の力にという本当に素晴らしい番組でございました。北海道の厚真町はハスカップ、そして熊本の南阿蘇村は落花生、また愛媛の宇和島市はみかんを復興の力にと、皆さんコロナにも負けずに一生懸命に頑張ってられる姿に本当に胸を打たれました。一日も早いコロナの収束を、そして復興を心から祈っています。